チビダーレデルフリウーリ。チビダーレデルフリウーリは、イタリア共和国フリウーリイコール、ベネツィアジュリア州、ウーディネ県にある人口1万千人の基礎自治体、コムーネ。この都市は、ユリウスカイサルが築いた古代都市に遡り、中世にはこの地方の政治的な中心都市の一つであった。フリウーリという地方名はこの都市の古名が起源となっている。現在は、 静かな小都市であり、中世の面影を残した市街地は観光地となっている。ランゴバルド王国が残した遺跡はユネスコの世界遺産に登録されている。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。この都市は古くはラテン語でユリウスのフォルム、広場を意味するといい。これは当地の総督を務めていたユリウスカエサルにちなんで付けられたものである。 フランスのフレジュス同じ語源を持つ。フリウーリという地方名はこの都市の名が変化したものである。なお、ジュリアアルプス山脈は、そのふもとにユリウスカイサルが築いた、この都市があることからの命名である。ウーディネ県東部に位置するコムーネで、スロベニアとの国境にも近い。チビナーレの市街は、県とウーディネから東へ、約1 5キロメートル、コリツヤから西北へ、 約二十三キロメートル、アクイレイヤから北へ、約三十八キロメートルの距離にある。隣接するコムーネは、以下の通り、東部アルプスのジュリアアルプス山脈の麓に位置し、市街は、ティゾーネ川のほとりにたたずむ。チビダーレは、紀元前五十年に、ガリア・キサルピナ属州総督であった、ユリウス・カイサルによって、ローマ共和国のムニキピウムとして建設された。 アクイレイアとウェルディデナ、現在のインスブルックを結んで新たに開かれたイウリア、アウグスタ街道に沿って築かれたもので、当時の名称はユリウスのフォルム、広場を意味すといった。考古学的な成果からは、この地域にはそれ以前から、ウェネティ人やケルト人が定住していたことが分かっている。5世紀初頭に、アクイレイアやユリウムカルニクム、現在、の、ズーリオといった都市が破壊されると、 この都市はこの地方の中心都市となった。この地方は、この都市のながらフリーウーリと呼ばれることになる。568年、アルボイーノ、アルボインが率いるランゴバルド人が、東ローマ帝国領であった北、イタリアに侵入したが、この都市は、主要都市としては、最初に占領され、ランゴバルド王国が建国されると、最初の首都に選ばれた。その後、アルボイーノは、 オいのギスルフを、フリューリ公とし、この都市は、フリューリ公国の都となった。774年、ランゴバルド王国は、フランク王国によって滅ぼされるが、フリューリ公ロドガンドは776年まで、フランク王国に対する抵抗を続けた。カール大帝のもとは、その名をキビタス・アウストリアへ、すなわち、フランクリオイタリアの、東の都市を意味するものに改められた。フランク王国。 カロリング朝とローマ教皇との提携のもと、アクイレイアの総大司教が773年にこの都市に拠点を移し、1031年にアクイレイアに帰還するまでこの都市に居住している。1077年、新生ローマ帝国はアクイレイア総大司教国を認めるが、チビダーレはその首都にもなっている。百三十八年、総大司教はウーディネに移転するが、このことは、 ウーディネとチビダーレとの間の確執を生んだ。この対立は両都市が15世紀前半に相次いでベネツア共和国に屈する。1419年にチビダーレが陥落。1420年にウーディネが陥落まで続いた。1420年、チビダーレは正式にベネツア共和国に編入された。ナポレオン戦争後、オーストリア帝国の一部である。 ロンバルド・ベネト王国に編入された。1866年、イタリア王国の一部となる。ルーリーズ、グラピニアの、ルビグネコ、ゴリアーノ、パージェシーモ、サンガーソ、スペッサ、カーリア、ホーナリーズ、サンジョージオ。旧市街の中心には、ドゥオーモ広場がある。広場に面して、チビダーレ国立考古学博物館が所在する。その付近にある、 マラッツォ・プレトリオは1565年にアンドレア・パラーディオによって設計されたものである。この都市はナティゾーネ川によって2つに分けられているが、その両岸を結ぶのが悪魔橋である。この橋が最初に架けられたのは15世紀のことで、その後1918年に再建されている。また、この都市にあるケルト人のヒポゲウム、地下石室も特筆される。 古代に岩場もうがって作られたホールの一群であるが、この施設の目的は、はっきりしていない。ケルト人が埋葬のモニュメントとして利用したという説、ローマ人、あるいはランゴバルド人が、牢獄として用いたという説が提案されている。チビナーレの大聖堂、ドゥオーモの、現在見えるベネツヤゴシック様式の建物は、8世紀に築かれた。 既存の建築物を覆う形で十五世紀に建築が開始され、十六世紀に建築家、ピエトラ・ロンバルドの手によって完成した。その後十八世紀から行われた補修の影響もある。内部には聖母に捧げられた祭壇があり、右側の側楼には、総大司教ペリグリヌス二世、イ、百九十五年千二百四年の祭壇画が,がある。銀のついた手に刻まれたラテン語の文字は、 ここの文字を打刻したものである。大聖堂には大理石で作られた八角形の円蓋がついている。主祭壇は1185年に作られたものである。大聖堂に付設されたキリスト教博物館は、ローマやランゴバルドの様々な美術工芸品を収蔵しており、かつては大聖堂を飾っていた金や銀、造毛の作品がある。15世紀に築かれた悪魔教は、 サンマルティの教会との間を結んでいる。この教会には、8世紀に、ランゴバルドを、ラトキスが寄進した祭壇がある。ナティゾーネ川のほとりのガスタルダガ地区にある、サンタマリア・インバーレ少礼拝堂、通称ロンバルド寺院は、8世紀後半頃にまで、遡る中世、中期、世紀の建築である。かつてのロンバルド人の居住区にある、この教会は、 ランゴバルド人の王公の宮廷礼拝堂として用いられたと考えられる。11世紀か12世紀に作られたスタッコ、化粧漆喰はビザンティン文化の影響を受けたものである。ガスタルダガ地区と司教関連建造物群はユネスコの世界遺産の一部として登録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。